原爆詩人の一人、馬氏メンかなや、広島という時で知られる。広島県広島市生まれ、壁高等女学校在学中の17歳から、短歌、詩を中心に創作活動を始めた。1930年、山本康夫が、広島で創刊した、歌詞、諸女林の導人となる。1945年8月6日に、 爆心地の4キロ北の自宅で被爆。戦後は、夫の栗原唯一と共に執筆活動を行い、平和運動に参加し、反戦、反核、反原発、反差別、反天皇制を主張。特に、昭和天皇の戦争責任を言及しており、戦前、戦中派にとって、天皇絶対主義の恐怖は、母反のように肉体に染み付いている。天皇制は、 日本人にとっての現在である。と述べている。1990年第3回、谷本清平和賞を受賞。2005年3月6日老水のため、広島市内の自宅で死去した。92歳。医師を継いで護件の活動をしている、栗原マリコは長女。この死は、原子爆弾が投下された後の夜、地下室に避難していた被爆者の一人が突然、 三家月、同じ地下室内に避難していた一人の三馬が、自らの怪我を顧りずに無事赤子を取り上げるが、それと引き換えに命を落としたという内容である。栗原は、広島市、仙田町の貯金支局庁舎の地下室で、新しい生命が生まれたという出来事を伝え聞き、感動してこの詩を書き上げた。消えていく命と生まれ出る命を対比的に表現し、 原爆を主題とした詩の中で、原爆の悲劇と人間のたくましさ、未来への希望を表現した名作との評価は高く、原爆詩の代表作の一つとされている。現在は、広島地方貯金支局の更新機関である、日本郵政株式会社中国支社の敷地内にある、郵政関係職員慰霊碑ともに、馬し面花なの可否が建てられている。なお、 死の中の産場は地下室でなくなるが、モデルとなった産場も、妊婦と子供も、命を取り留め、戦後社会を生きている。原爆を語ることで、日本の戦争責任、侵略の記憶と向き合おうとした死である。この死の背景には、1965年のアメリカによる北ベトナム爆撃開始によって、激しさを増していたベトナム戦争がある。栗原は、 ベトナム反戦運動に参加する中で日本もベトナム戦争の加害者ではないのかという自覚を持つようになる。そうした自覚はアジア太平洋戦争における日本の戦争責任について考えることにもつながっていった。広島の原爆投下という歴史的出来事の受け止め方についても立場によって大きな違いがある。 ことを前提とし、その違いを乗り越えることをテーマとしている。小浦千穂子、栗原貞子の人と文学庁舎は、鉄筋コンクリート作り4階建ての建造物で、被爆に際して比較的損傷の少なかった地下室が、多数の被爆者の避難場所となっていた。この時の庁舎は、戦後も長く使用されたが、貯金支局の移転を経て1988年に、解体。 撤去されたため現存しない。被爆建造物調査委員会、被爆50周年広島の被爆建造物は語る、未来への記憶広島平和記念資料館、1996年、P146 参照。作者はこの詩について、不安と詩に取り囲まれた状況の中で、新しい生命が生まれたという話を聞いて感動して、書いたと10回している。 各時代の童話詩集観光の会、1982年、P53 章。詩の中の赤ん坊のモデルとなった女性が2013年10月に語った記録があり、母や三馬についても言及されている。作者栗原との面会、交流の機会もあったという。人類が滅びぬ前に、栗原貞子生誕100年記念、広島文学資料保全の会、 2014年、P117 から119参照。本市がついに見つけた。原爆死で死んだはずの人は生きていたあの日の、助産婦イコール生まれた子、産んだ母、生ましめた人の22年目の対面、女性自身1988年8月14日、号、公文社、助産婦の広島、中国新聞1988年8月2日、小松博しあ 栗原貞子馬四面花な、原子爆弾碑は、高知学芸高等学校研究報告30号、別冊、1981年。焦土の闇生まれた光、馬四面花なモデル。中国新聞。h t t p w w w h i r o s h i m a p e a c e m e d i a j p スラッシュ p コール5701 2020年8月11日閲覧ありがとうございます